おはようございます。今11時前です。今ホテルをチェックアウトしてきました。ぐっすり10時過ぎまで寝てました。気持ちよかったです。そしたらですね、寝起きなんでちょっとモーニングコーヒーを飲み行きたいと思います。12時30分になりました。今からご飯食べに行きたいと思います。今回、食べたかった一番の、料理はですね、ラーメンなんですけども、そのラーメンの中でも一番食べたかったのは土佐の家の家系ラーメンです。ただね、他にもちょっと、食べたいものがありますので、通常のレギュラーサイズを一杯食べに行きたいと思います。美味しかった。うまいね。うん、幸せ。うまかった。本当に。それではちょっと車まで戻りたいと思います。さっきのレギュラーのラーメン一杯食べて、もうこれで夕方まで何も食べなくても全然平気です。以前の僕から言えば驚きなんですけど、だけど今日はね、食べます。せっかくなんで、次の店に行きたいと思います。残念、休みや。高知市を後にします。ですね、コンビニで、二度焼き醤油せんべいとポンチョコ、これを食べながら高速で、帰りたいと思います。やっぱすごいな、ポンチョコも帰ったけどさ、たびたびそのコラボの時に感じるそのワードセンスの良さ、やっぱ普通の人とちょっと、久保川町まで帰ってきました。ちょっとね、お腹に余裕ができましたんで、
次のお店に行きたいと思います。食べてますね。残念。3時11分になりました。佐賀町まで帰ってきました。ちょっとね、米が食べたいんで、ちょっと道の駅に寄りたいと思います。残念、3時で終わりらしい。ちょっとね、3時ぐらいになったらちょっとやっぱり休憩タイムでちょっと休んでるとこ多いですね。あと今日水曜日なんで、ちょっと定休日のお店もやっぱ多いですね。霧を取り直してですね、次の店に行きたいと思います。次もですね、この実はこのダイエットの時に食べたいなと思って、それをずっと食べずに我慢していたたこ焼きです。やっているでしょうか。食べて帰ろうと思います。10個入り300円です。That's right.